次はね次は何して遊ぶ？お兄ちゃんが決めて。何したい？シーソー嫌い。お尻痛くなっちゃう。入りたくない。お家楽しくないの。まだお兄ちゃんといたいな。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝経営者のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え、あのね、舞子のお父さんとお母さんね、いつも喧嘩ばっかりしてるの。それで今度離婚なんだって。舞子がね、離婚嫌だって言っても聞いてくれないの。きっと舞子のことなんてどうでもいいんだよ。ねえ、また遊んでくれるよね？舞子とお兄ちゃんお友達になったもんね。月曜と水曜と土曜はここにいるから。お兄ちゃんのこと待ってるから。そうだな、マイコね、お腹減っちゃった。ワッカ行こう。外ご飯大好き。だってね、外ご飯だとお父さんとお母さん喧嘩しないもん。前はね、お父さんとお母さんいつも仲良しだったんだよ。なんで離婚しちゃうの？舞子聞いたんだけど、でも子供は関係ないって。舞子離婚しないでってお願いしてるのに、お父さんもお母さんも舞子のこと嫌いなんだ。嫌だ、離婚は嫌。よくわかったね。え、病気なの？
嘘だよ、ごめんね。もう信じちゃうでしょ。マイコ順調なんだからね。ん？君も？ああ、あの子が言ってたのは君か。興味を惹かれてたところさ、子供を遊ばせられる大人か、共に遊べる無垢な子供かとね。いや、僕は遠慮しておくよ。じゃあね。言っちゃった。あのお兄さんね、いつも日曜日は神社にいるんだよ。塾に行く途中でね、よく見かけるな。じゃあ行こう。たっこ焼き。あ、やけどしちゃうとこだったよ。あのね、前にお父さんもたこ焼きでやけどしたんだよ。舞子がね、お父さんの口にたこ焼きをいっぺんに詰め込んだら、お父さんうやーって言って。お父さん最近帰ってこないんだ。もうすぐ舞子の誕生日なのに。誕生日ならお父さん帰ってくるかな。お母さんだっていつもはね、プレゼント買ってくれたんだよ。なのにね、今年は全然プレゼントの話しないの。離婚するから舞子のことなんてどうでもいいのかな。舞子と遊んでくれるのお兄ちゃんだけだよ。マイコがやってあげないと、お家の中ぐちゃぐちゃなんだもん。お兄ちゃん、またね。あのね、この前、マイコのお誕生日だったんだけど、お父さんもお母さんも、マイコのお誕生日忘れてなかったよ。マイコ、いらない子じゃなかった。ご飯食べたの久しぶりだったな。いつもみんなで食べたいのに。お父さんとお母さんどうして仲良くできないのかな。そうだ、離婚の原因を聞けばいいんだ。原因をなくしちゃえばきっとうまくいくよね。マイコ、お父さんとお母さんが仲良くなるように頑張るよ。応援しててね。よし、聞くぞ。それじゃあお兄ちゃん、また遊ぼうね。やっぱり舞子のこと嫌いなのかな。
舞子なんかいなくなっちゃえって思ってるのかな。そうなのかな。じゃあなんで怒るの。家でしてみようかな。お父さんたちの気持ち確かめるの。舞子のこと大事って思ってるんだったらきっと探してくれるよね。舞子が家出するって言ったの、お父さんとお母さんには内緒だよ。秘密にしててくれるよね。しなきゃ。ねえお兄ちゃん、家出の時って何があればいいの。お菓子がいっぱい入るバッグ、健康保険証。まだ足りないの。他にいるのはパジャマでしょ、歯ブラシでしょ、それによし、とにかく頑張るよ。舞子がいなくなっても心配しないでね。でもお兄ちゃんと会えなくなるの寂しいな。家出したらきっとお父さんとお母さん探してくれるよね。ドキドキするよ。ちょっとずつ準備しないとね。お兄ちゃん、今までありがとう。舞子、さよなら言わなきゃ。舞子、今から家出するの。お父さんとお母さんには内緒だよ。バイバイ。ちょっとあなた、小学生くらいの女の子見なかった？少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？舞子に何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるから。あなたはいつもそう、全部私に押し付けてばっかりじゃない。じゃあ俺が悪いっていうのか。目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。舞子から聞いたよ。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。なんですって？聞いてないわよそんなこと。まさかあなたが舞子に。うるさい、お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、舞子こんな家出ていくと。こんなことする子じゃなかったのに。あんたなんかに何がわかるのよ。舞子どうしてこんなこと。なあ君、舞子の行き先に心当たりはないかね。頼む、教えてくれ。
焼き屋。そうか、あのたこ焼き屋か。よし、行こう。マイコ。お母さん、お父さん、兄ちゃん。マイコ、爪。マイコ、無事ね。怪我は？どこも痛いとこない？心配したのよ。どうしてこんなことするの？そんなにママを困らせたいの？ちょっと、よしなさい。マイコだって心配した。いっぱいした。離婚するって言うからマイコずっと心配した。そうか、そのことで。ごめんな、マイコ。本当にごめん。帰って、ゆっくり話そう。君には迷惑をかけてしまって。なんと言ったらいいか。兄ちゃん、内緒って言ったのに。ありがとう。お母さんにね、離婚する理由教えてもらったよ。辛かったけどちゃんと最後まで聞いたの。マイコ偉いでしょ。お兄ちゃんに褒められちゃった。お父さんとお母さんね、愛がなくなったから一緒にいられないんだって。だけど離婚してもマイコのことずっと愛してるって。マイコ離婚してもいいよって言ったよ。愛がなかったら一緒にいても辛いだけだもんね。ねえお兄ちゃん、マイコお父さんとお母さんどっちか選ばなきゃいけないの？どっちについていけばいいのかな？うん、マイコもわからないよ。あ、お母さんについてったら遠くにお引っ越しするかも。そしたらお兄ちゃんと会えなくなっちゃう。ちゃんと離れたくないよ。もう帰らなくちゃ。ねえお兄ちゃん、手つないで帰ろう。兄ちゃん、たこ焼き食べに行こうよ。あのね、決めたよ、マイコ。お母さんについてく。お母さんね、お料理とかお掃除とか何にもできないの。だから、マイコが手伝ってあげなくちゃね。お父さんはね、一人で何だってできるの。
舞子がいなくてもきっと大丈夫だよ。それでね、今度お母さんと一緒にお引っ越しするの。お兄ちゃん、舞子と離れちゃってもずっとお友達だよね。ずっとだよ。ずっと、ずっとだからね。舞子のこと、絶対忘れないでね。じゃあ、お引っ越しの準備あるから帰るね。またね、お兄ちゃん。ずっとお父さんの子供なんだって。離れて住んでも家族のままだって。だから舞子、寂しくなんかないよ。家族ってすごいよね。いつか舞子も家族を作るのかな。そうだよね。じゃあお兄ちゃん、舞子が大きくなったらお嫁さんにしてくれる？やだ。今、うんって言って。舞子、お兄ちゃんじゃないと嫌だもん。これ、持ってて。舞子が作ったの。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに継子者の力は、その才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、継子者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。目閉じてね。お兄ちゃん